星空ガイドが語る星座とギリシャ神話。こんばんは、星空ガイドのかなさんです。今晩の話は夏の星座伊手座です。伊手座の探し方、伊手座の主な構成、伊手座付近の星団と星雲、伊手座のギリシャ神話、以上4つについてお話しします。伊手座の探し方、こちらは7月25日午後9時関東地方の南の空です。真南から左斜め上に向かって天の川が伸びています。さて、南の空、天の川の低い位置に赤い目立つ星が見つかります。これはサソリ座のアンタレスです。アンタレスからずっと左の方向を見ていくと目立つ星が見えます。これは土星で、土星のさらに左下あたりには木星も見え始めています。さて、この木星と先ほどのアンタレスの中間あたりをよく見ると、北斗七星を少し小さくしたような形を見つけることができます。ここが伊手座の上半身部分にあたる部分になります。この北斗七星そっくりの伏せた柄杓のような形は、南にあって6つの星からできていることから、南斗六星と呼ばれています。伊手とは弓矢を射る人のことです。後ほど伊手座のギリシャ神話でご紹介しますが、伊手座はヘラクレスやアスクレピオスを教育した賢者ケイロンだとされていて、彼はケンタウルス族の一人で、上半身は人、下半身は馬の姿をしていて、右のサソリが暴れ出さないよう弓をサソリに向かってつがえた姿になっています。南斗六星がケイロンの顎から弓の上あたりになっていて、柄杓の絵の先から下の方向に湾曲する形の弓とサソリを狙う矢を描くことができます。ケイロンの下半身は南斗六星柄杓の頭の部分から下方向と左下方向へそれぞれ前足後ろ足が伸びています。伊手座の構成、伊手座を形作る構成のうち、上半身に比較的明るい星が集中していて、逆に下半身は4等星以下の暗い星ばかりです。伊手座で一番明るい星は伊手座イプシロン星カウスアウストラリスです。場所は伊手の弓の下の端になります。カウスアウストラリスとはアラビア語の弓とラテン語の南を合わせた名前で、南の弓という意味です。この星は青っぽい巨星あるいは準巨星の二重星で、距離は143光年です。では次に南斗六星の柄杓を形作る6つの星を見てみましょう。どの星も2等星から3等星の明るい星なので見つけやすいと思います。柄杓のカップの端にある星は3等星伊手座ゼータ星のアスケラです。アスケラとはラテン語で脇か、つまり脇の下のくぼんだところという意味です。2つの星からなる連星で、お互いは10億から15億キロと地球と土星くらいの距離離れていますが、88光年のカナダにあるので分離してみることはできません。柄杓の2番目の星はこちらも3等星伊手座タウ星ナマルサティラです。ナマルサディラとはアラビア語で帰ってきたガチョウだそうです。昔アラビアでは南斗六星の形を天の川の水を飲みに来たダチョウと見立てていて、そこから付けられた名前のようです。122光年の距離にあり、星の中では水素の核融合からヘリウムの核融合へと移り、安定した時期が終わろうとしているため少し赤い色をしています。柄杓3番目の星は伊手座シグマ星ヌンキです。ヌンキという名前はバビロニアから来ていて、海の印という意味だそうです。ヌンキは伊手座で2番目に明るい恒星で、2等星の二重星です。二重星とは肉眼では1個の星にしか見えないものが、望遠鏡で観測すると大変接近した2つの星として見える天体です。ヌンキまでの距離は228光年です。柄杓4番目の星は伊手座ファイ星ナマルサディーラです。ナマルサディーラとはラテン語で最初に戻ったダチョウだそうです。ナマルサディーラは二重星の三等星で、距離239光年です。すでに誕生から1億6000万年が経っていて、水素での核融合が終わろうとしています。柄杓5番目の星は伊手座ラムダ星カウスボレアリスです。カウスボレアリスとはアラビア語の弓とラテン語の北を合わせた名前で、北の弓という意味です。この星も二重星の三等星で、距離は78光年です。太陽の11倍の大きさがある準巨星で、こちらは
水素からヘリウム、その先の酸素や炭素の核融合まで進んでいると考えられています。南斗六星の絵の端に位置するのはいて座冥星ポリスです。ポリスとはエジプト語で子馬を意味します。四等星と暗いのは距離が3600光年も離れているからです。ポリスは生殖長巨星や生殖巨星で作られている五重星で、そのうちの4つが複雑に連星形を成しているため、5つ全体をまとめた明るさが変わるアルゴル型偏光星です。アルゴル型とは連星の軌道面が地球の軌道面と一致しているため、連星の重なりによる明るさの変化が大きな偏光星のことです。いて座付近の星団と星雲。いて座付近にはたくさんの星団や星雲があります。星団や星雲については、星空を楽しむ知識球状星団、同じく星空を楽しむ知識三回星団という動画を作っていますので、詳しくはそちらをご覧ください。まず球状星団ですが、その代表格が M22 です。1万光年も先にある天体ですが、6等星の明るさがあり、直径も100光年くらいと大きな球状星団で、約7万個の星を含んでいます。前天で最初に発見された球状星団で、条件が良い時ならギリギリ肉眼で見える時もあります。1万光年先が肉眼で見えるなんてすごいですね。他にも球状星団としては M28、M69、M70、M54、M55、M75 があります。いずれも双眼鏡でもその存在が確認できる天体です。さて次に三回星団ですが、三回星団は射手座の天の川方向に集中しています。球状星団には古い星が多く、天の川銀河周辺に存在しているのに対して、三回星団は天の川の中に、特に天の川銀河中心方向に多く存在する比較的新しい星が作る集団です。射手座の三回星団には M25、M24、M18、M23、M21、少し離れて M6、M7 があります。これら三回星団も球状星団と同様、双眼鏡でも見つけることができます。特に M24 は昔からスタークラウドと呼ばれ、肉眼でも見える素晴らしい光の塊です。そしてさらに射手座には有名な星雲が4つあります。 M16 和紙星雲、赤い三光星雲の中央が象の鼻のような細長い暗黒星雲によって隠されており、全体が羽を広げた和紙のように見えることからこの名前が付けられています。そしてハッブル宇宙望遠鏡によって撮影された創造の柱が有名ですね。双眼鏡では星雲状に見え、条件が良ければ数個の星も見ることができますが、三光星雲を見るためには口径20センチ以上の望遠鏡が必要です。明るさは7等級、距離は5870光年です。 M17 オメガ星雲、星雲の中にループ状の構造が見えることから、これをいろいろなものに見立ててオメガ星雲、白鳥星雲などいろいろな呼び名を持つ三光星雲です。オメガ星雲の内部には電波源があり、強力な電波を放射しています。明るさは6等級、距離は5000光年です。 M20 三裂星雲、星雲が3つの部分に裂けて見えることから三裂と呼ばれています。実際には星雲が3つに分割されているわけではなく、手前にある暗黒星雲により3つに分割されているように見えています。明るさは9等級、距離は未だに2000光年から9200光年まで意見が分かれています。 M8 干潟星雲、干潟星雲は南北に横切る帯状の暗黒星雲があり、その姿が干潟に似ていることから干潟星雲と呼ばれています。大きさが大きいので、空が十分暗い場所では肉眼でも確認ができ、双眼鏡でも十分楽しめます。明るさは6等級、距離5200光年です。射手座のギリシャ神話。射手座は半身半端のケンタウルス族の賢者ケイロンだとされています。星座図では賢者ケイロンが西の空に向かって弓を引き絞った姿で描かれています。これはゼウスの命令で、隣のサソリ座が暴れ出さないよう、その心臓である赤く輝くアンタレスに狙いを定めていると言われています。
まあ実際の弓の方向はアンタレスより少し下のあたりなんですけどね。ケイロンはケンタウルス族で、ケンタウルス族は腰から上が人、腰から下が馬の姿のとても野蛮な種族でしたが、その中でケイロンはとても賢い人でした。ケイロンは神クロノスの血を引き、不死身の体と卓越した頭脳と優れた知識を持っていて、弓の扱いにも秀でていました。そのためたくさんの弟子がいて、有名な弟子には医学の神様アスクレピオス、双子座のカストル、英雄になったイアンソン、そしてヘラクレスがいました。ある時ヘラクレスが仲間と酒を飲んでいると、酒の匂いを嗅ぎつけたケンタウルス族がヘラクレスにちょっかいをかけてきました。怒ったヘラクレスは以前に退治したヒドラの血から取った猛毒を塗った矢で彼らを追い立てました。圧倒的に強いヘラクレスにケンタウルスたちはチリジリに逃げ去り、ヘラクレスはそのケンタウルス族を追いかけ、逃げた幾人かを山中の洞窟に追い詰めました。洞窟の入り口までやってきたヘラクレスは、薄暗い洞窟に入る代わりに特に深く考えることもなく、数本の矢を洞窟の中に向かって打ち込みました。ところが運悪く、その洞窟の中には弓の師匠であったケイロンがたまたまいて、ヘラクレスが放った矢の一つがケイロンの膝に当たってしまいました。ヘラクレスが放った矢に塗られたヒドラの毒は触れたものを死ぬまで苦しませるというものでした。矢に当たったケイロンは神であり不死身であったため、死ぬこともできず永遠に苦しまなければなりませんでした。師匠を弓で傷つけてしまったことに気づいたヘラクレスは慌ててケイロンに謝りました。最初人の良いケイロンは、いいよいいよ大丈夫だよと痩せ我慢をして耐えていましたが、収まることのない永遠の痛みの苦しみに耐えかねたケイロンは、ついにゼウスにお願いして自分の不老死をプロメテウスに譲ることで楽になりました。死後ケイロンは多くの英雄を育てた功績により、ゼウスの手によって天上へと上げられ射手座になりました。さて十二星座占いによると、11月22日から12月21日生まれの人が射手座となります。射手座生まれの人は夢や刺激を追いかけ続ける性格で、常に新しいことや刺激を求め、自由に動ける環境で活躍できる人だそうです。今晩の話はここまでです。また違うお話でお会いしましょう。星空ガイドの金さんでした。